日本の食品添加物がアメリカの4倍の認可があると知り、ここ近年大量生産の安い加工製品、保存料増量剤、毒植物王国であると思いました。今の子供たちの食べ物アレルギー、脳の病気、精神病の原因などと聞きました。お金のない人は自炊しても自動的に安い代表的な WHO ダメオマーガニ入り添加物まみれの食べ物しかないです。外国に比べ日本の都会の生活保護者や貧乏家族は健康な植物を手にするのはいいですか ええと、ちょっと酔ってるので説明が雑になるかもしれないですけど、あの、まずその食品添加物で、例えばトランス脂肪酸の話をしてると思うんですよね。あの、マーガリンっていうのが他の国では違法だけど、日本では許されてますと。で、それってトランス脂肪酸っていうのが体に悪いよねっていうのがあるんですけど、日本は認可されています。 で、これだけを聞くと、外国で禁止されているトランス脂肪酸を日本は許可している。体の悪いものを許可しているというふうに捉えがちなんですけど、これは間違いです。あの、まず、日本人は、あの、アメリカとかフランスの人に比べて、肉いっぱい食ってません。あの、その、日本人の食生活って、肉を食う量がめちゃくちゃ少ないんですよ。で、しかも魚とか食い上がるんですよ。 で、アメリカ人とか、フランスの肉食うやつは、毎日肉を食ってます。なぜなら肉が安いから。なので、あの、トランス脂肪酸を許容できる量が、アメリカとかフランスの人は少ないんですよ。もうすでに肉で食ってるから。 でも日本人はそこまで牛肉とか豚肉を食べてないのでトランス脂肪酸を食べても健康被害になる割合が少ないのでアメリカ、フランスに比べるとトランス脂肪酸で許諾されてる量が多いです。結果としてバーガリンが合法ですという話なんです。 なので、健康被害があるかどうかでいくと、トランス脂肪酸の健康被害のある人の量でいくと、日本人よりはアメリカ人とかヨーロッパ、フランスの人の方がトランス脂肪酸の結果の健康被害の被害者は多いです。日本人はなぜならそんなにトランス脂肪酸を取ってないからです。なので、ここは4倍だから良くないよねという話ではないんです。で、これで、あの、 アメリカで、じゃあその禁止されてる添加物が日本では OK だよねっていうので、えっ、ー、と、千原いじさんがアベマプライムに出た時も言ったんですけど、あの、鰹節というのを日本からヨーロッパに輸入しようとした時に、ヨーロッパでは違法です。で、トランス、その、えっ、ー、と、鰹節がなぜフランス、ヨーロッパでは違法かというと、 カツオブシという魚介類を長期間保存するために使われている塩とやら、油とやらというのが健康であるという証明をヨーロッパ内でした人がいないからです。で、あの、タンパク質っていうのは基本的にはカビが生えたりとか、その細菌が発生したりっていうので、基本的には危険なんですよ。 だからあの、ビーフジャーキーとかってアメリカで買ったものを日本で持って帰ってくるときって必ず検疫に止められるんですよ、本来。まあ、あの、勝手にあの、お土産で持ってきてる人もいるんですけど、肉類っていうのは基本的には検疫上必ずそうさなきゃいけないんですよ。要は、塩漬けだろうと乾燥だろうと、その、タンパク質で作られたものっていうのは何らかの病気だったりっていうのを含む可能性のがらチェックしなければいけません。で、鰹節もタンパク質の加工食品なんですよ。 で、じゃあ、その鰹節が合法かどうか安全かどうかっていうのをちゃんとヨーロッパの機関に登録して検査を受けて認証を受ければ鰹節もヨーロッパでは輸入可能になるんですけどそんなお金をかける人が誰一人いないんですよ。ヨーロッパの人は鰹節をそのまま輸入したいと思ってないから。 なので、鰹節を基本的にはヨーロッパには輸入できません。なぜならそれは調査してないし、お金をかけてないからですって話なんですよ。鰹節が危険だからではないんですよ。危険かどうかがわからない。わからないものは、えっと、禁止です。要はその、食べ物というのは、分からなかったら輸入禁止なんですよ。わからなかったら OK じゃなくて、わからなかったら禁止なんですよ。 なので、日本で合法なもので、例えば草屋の干物とかも、アメリカに持ってったら多分違法なんですよ。あんな臭けてわけのわかんないものを誰も許してないから、持ってったというかに、いやいや、これ調べてないから違法だよ。アウトっていうのなんで、 なので、日本で合法なものが他の国で違法である。だから危険であるっていうのは考え方として間違ってます。それは食文化が違うので、日本では合法でも他の国では調査をしていないので違法ですって話で、危険だから違法っていう、その危険だからも調べてないんですよ。なので、あの、で、 で、食品添加物の足なんですけど、じゃあ、日本人が食べてるものが安全なのか健康なのかでいくと、あの、これもあの、日本人って世界で2番目に寿命が長いんですよ。あの、まあ、まあ、ちょっと前までは日本人があの、寿命では一番長かったんですけど、最近スペインに抜かれたんですけど、日本人の寿命って世界で2番目に長いんですよ。 で、なので、あの、基本的には日本人が食ってるものとか日本人の生活っていうのは他の国に比べたらめちゃめちゃ健康的なものを食ってますと。で、じゃあ、健康寿命っていうのがあるんですけど、要はその健康的な生活ができますと。で、日本人の場合って、あの、だいたい3年ぐらい寝たきになる場合があるんですよね。死ぬ前に。じゃあ、その健康寿命が日本人が低いのかっていうと、健康寿命でいくっても、日本って世界でだいたい1位か2位なんですよ。 その健康寿命自体調べ方が違うの違うんですけど、たまにシンガポールが健康寿命1位になることもあるんですけど、その時も日本は健康寿命2位だったりとか、で、健康寿命は日本が1位のことも多くて、なので、寿命で考えても健康寿命で考えても、日本人というのは長寿なんですよ。で、人間って何でできてますか食って 食ってるものでできていますあの食ってるもの以外でできてるやつってあんまりないですよまあビタミン d とかはあの太陽光線でできるので食ってるものと太陽光線と、えっと、風と空気で人間ってできてるんですよでじゃあその一番寿命が多い国はどこですか1位はスペイン2位は日本 で、健康寿命多いのはどこですか ?1 位はシンガポール。2位は日本。なので、日本人が食べてるものは安全ですかあの不健康ですかっていうと、日本はめちゃめちゃ健康なものを食ってる国なんですよ。で、あの、アメリカがじゃあ健康どうこうって言ってるんですけど、アメリカって、ピザ、野菜なんですよ。これ何言ってるか私なんですけど、あの、子供には野菜を食べさせるべきですよねっていう法律が作られたんですよ、アメリカって。 んで、あの、じゃあ、給食で出すときに、一定の割合で野菜を食わせなければいけませんっていう法律を作ったんですよ。で、ところが、アメリカのピザ会社が、給食にピザ食わせたいと。なので、じゃあ、ピザを野菜ということにしよう。で、そのためにやったのは、小麦粉ってどうやってできてますか小麦粉って、植物である小麦から作られてますよ。牛肉は、 その牛という動物から作られてます。で、油は、じゃあそのなんかまあそのなんかいろんな油から作られてるんだ。そのなんか油,脂油とかヤシとかで作られてるんですけど、じゃあ小麦粉って植物から作られてます。野菜って何ですか植物から作られたものを食べるのが野菜ですよね。じゃあピザの小麦粉は植物から作られているので野菜です。で、それにトマトソースがかかっています。じゃあピザは何ですか ?8 割は野菜ですよね。 その後に、あの、油とかチーズとか乗ってますけど、8割は植物から作られてるんだから、野菜です。だから、ピザは野菜として、給食に入れてくださいっていうのが合法なんですよ。っていう国の、あの、基準と比べて、日本が、どっちがまともかって言ったら、あの、確実に僕、日本がまともだと思うんですよ。 なので、あの、ちょっと頭のおかしな政党とかが、日本のその添加物良くないとかって言ってるみたいなんですけど、あの、アメリカと比べたら日本はめちゃくちゃまともなんですよ。 なので、じゃあ、その証明は何ですかって言われると、日本人の寿命を見てください。日本人の健康寿命を見てください。っていうので、証明済みなので、あの、そこら辺の,そのなんか陰謀論に立つあの携わるのなく、日本人がどうやって健康に暮らしているか。で、あの、アメリカの白人とか、あの、寿命60歳で死んだりするんですよ。60ですよ。 あの、日本って70歳まで働けとか言ってるのに、アメリカの白人の男性って60歳で死んだりするんですよ、寿命が。だからそれに比べたら全然日本まともじゃんと思うんですけど。まあ、なので、あの、ちゃんとその、おかしな人たちが言ってる話ではなく、普通にあの、目の前の科学的なデータで判断するようにするといいんじゃないかなと思います。